少しの羽が温まりましたら鳴ってやってください。皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。静岡県の三島大社に来ております。今日は静岡県の三島からスタートいたします。爽やかハンバーグを行ってきたんです。まあ多分映像を見せてると思うんですけど、そっからスタートしてとりあえずこっちまで来て、で三島はそれぐらいかなと思います。でこれからですね、まあ温泉でもいいですけど、せっかくなら箱根湯本に行ってみようかなということで、そっちの方面まで戻ることにします。とても雰囲気のいい場所です。皆さんもぜひ静岡県三島に訪れる際がありましたら、ぜひこの三島大社にも来てみてください。この雰囲気もすごく良くないですか。神社って言ったらこういったね、なんか池というかそういった場所がありますけれど、でこの神社ですね、なんかやけに鳩が多いんですね。非常に鳩が多い。鳩が好きな人はいいだろうけど、ちょっと鳩苦手な人はちょっと怖いかもしれないですね。非常に多いでございます。なんか太宰府天満宮にちょっと似ていますね、雰囲気は。そんな感じをします。名前としてもなんか厳島神社と書いてありますけれど、広島の厳島神社と何か関係があるのでしょうか。桜散るこの池、神池でいいんでしょうかと呼ばれるそうです。さあここが三島神社の、まあ、メイン通りといいますか、そんな感じです。あー立派だね、この鳥居もまた立派ですよ。三島と言ったらっていうのはですね、あっちの方にですね、浜寿司があるんですけど、あの辺に三島コロッケっていうのが確かあったような気がしますけれど、それを食べていこうかなとは思います。ちょっと前から気にはなってました。ここのね、この通りなんですけど、あの前に上杉さんと沼津旅をした時に、この辺まで車で来た時にですね、前を通ったんですよ。その時にまあ気になったお店がいくつかあったので、そっちに行ってみようかなとは思います。こういうわさび丼とかわさびラーメン、わさびを売りにしてるのはですね、まあ、静岡県といったらわさびが有名ですから、そういったものがたくさんありますね。あ、ウエシーさんがいます。ウエシーさんがいますって言い方もおかしいんですけど、あの信楽焼きですね、滋賀県の有名なタヌキのああいう置物のことを信楽焼きと言うんですけども、その滋賀県の信楽の名産物となっています。全く静岡とは関係ないんですけどね。あそこに書いてあるんですが、三島コロッケですね、あれですね、はい、ちょっと気にはなってるんで、食べ歩きにはちょうどいいと思いますけれど、ちょっとそこに行ってみようかな。でなんかあの富士山のね、あの形なかなかね、特徴的で面白いですよね。目を引くものがありまして目立ちますよね。三島コロッケっていうのが材料がなくて売ってなかったんですね。普通のコロッケならやりますよということで、ちょっと普通のコロッケ100円でいただきました。味噌コロッケと普通のコロッケの何が違うのかよくわからないですね。味噌コロッケが普通にこれだと思ってたんで、味噌コロッケってどんなもんなのかっていう、なおさら謎にね、あの包まれたまま終わってしまいましたが、まあまあでもね、普通にコロッケ屋さんのコロッケ100円でね、食べられるということでね、コロッケ屋さんなのかよくわからないですけれど、まあ、味噌コロッケ売っているお店なのでコロッケも美味しいでしょうということです。うん、ほくほく、うまっ。あ、ちゃんとしたこうお芋の味というか、美味しい。これ結構広い大きな場所ですよ。ここに説明書きが書かれてますけど、ちょっと読めるか分かりませんね。
閉まってそうですけど、どうなんでしょうか。本日は休園日でした。残念、まさかの休園日です。いやちょっとね、三島駅から近いんですよ、ここは。残念ながら今日はやってないということです。三島大社の途中にあるということで、ここを寄りながら三島大社に観光するっていうのが、まあ、三島の歩き方だと思いますけど、ちょっとたまたま近く寄ったんで来てみたら休園日です。残念、ちょっと気にはなってたんですけどね。ここは日本の歴史公園100選に選ばれているということで、まあ、そこそこ大きくて歴史のある公園ということがお分かりいただけます。こんなに大きいんですよ、正門があって、このような池、まあ後楽園とかそういった場所と一緒だと思うんですよね。そういった類と一緒だと思いますけど、ですぐ駅前口があそこにあって、まあ、こういう感じで行けるんですよね。だから駅からも近くて、三島の観光地と言える場所です。まあ休園日でね、僕が入ってないので何とも言えないですけれども、まあ三島に来たらここもぜひチェックしてみてください。まあ僕は行けてないからねあれですけど、まあ皆さんはね、ちゃんと開園するときにね、開園するときに、ちゃんと訪れてみてください。この駅舎はですね、三島大社をイメージした駅舎の作りとなっております。さっきのですね、まあ確かに形は似ております。そういった感じでね、結構おしゃれな駅舎なんですよ。とりあえず静岡県はこれで以上かな。熱海に降りたって、熱海なんてしょっちゅう行ってましたから、神奈川県まで戻ろうと思っております。これタバコの自販機に見えるでしょう。タバコではなくお茶なんですね。茶箱って言います。まあ要はお茶のパックですね。はい、パッケージはここ伊豆箱根鉄道線の駅舎の中にありますので、伊豆箱根線のパッケージとなっております。1つ600円。まあこれもね、まあ、いわゆる観光地のこうお土産、あ、こんなところにあった、これ上にあるんだね、今探してたんですよ。三島駅の一箱のスタンプラリーですね。はい、これちょっと別の動画でやりますので、ちょっとこれは置いときますが、まあ、未成年でも買えますよっていうのを、売っている、まあ、お茶の町静岡県ですから、こういったものも、売り出されているということです。パッと見自販機タバコですからね。まあ、こういう面白いおかしな自動販売機もあるということです。ということで今回は静岡県の三島を、ご紹介させていただきました。三島大社とかね、本当にすごくいい場所でしたので、皆さんもぜひ一度でもいいので訪れてみてください。三島といえば三島スカイウォークとかそういったところもございますけれども、まあ、今回は駅近のねスポットを、訪れました。ということで、この東海道本線に乗って、次回は湯河原駅へとまず向かいます。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。